い、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。はい、今ですね、僕は毎日走るときこれ使ってるんですけど、こんな感じでいつもセットして使ってます。はい、これね、オルカノ、はい、つけたときにね、だいたいこれまっすぐで抜いてると、これ眩しくないんですよ、あんまり。これ今わかる？これこの口の下のとこだけ明るいでしょ。これ本当にこうまっすぐの状態で、この辺まで明るいね。すごいわかるでしょ。気持ち悪いね、これなんかね。こういう感じでね、上が明るくならないようになってるこのカバーです。これにちょっと新しいものが増えました。まずね、一つなんですけど、こういった、わかります？これスティッカーです。はい、ここにね、いろんな色並んでます。黄色、いつも使ってる緑ね、これ緑結構気に入って使ってるんですけど、黄色もね、やっぱり一緒なんですけど、つけて電気をつけるとやっぱりこういう感じです。同じ感じ、こういう感じになりますね。なんだかわかんないね、本当にね。また言ってますけど、で、このスティッカー、このスティッカーどうやって使うかというと、ここに貼り付けるんですよ。で、何っていうと、こうつけた時にこういう感じで夜も発光するんですよね。そうするとやっぱり、どうだろう、ここだとちょっと明るいからわかんないな、ちょっと暗くしますね。はい、こういう感じ、ほら、この辺こう明るくないでしょ。で、これやっぱり下見るとこれ眩しいんですよ、結構下見るとね。で、まあこれが、あの、眩しいから嫌ですっていうような、あの、問い合わせがあったみたいです。で、確かにね、そうなんですよ、こういう感じで光るんで、じゃあこれに、あの、この反射板スティッカーをつけちゃおうっていう、そういうね、これ見てください。これまずここ、ここね、照らす。下も結構こんな感じでね、ほんわか明るくなるんですけど、少し黄色いよね、これね。じゃあこのスティッカーをはめてっていうか貼ってみようと思います。難しいかもしれないです。こうやってで、ちょうどこう枠みたいになってるんで、そこに合うように、あ、こういう感じではめてみました。はい、はまりましたね。はい、じゃあまずそちらに向けてつけてみます。僕の顔もね、こう見ながらね。はい、あ、さっきよりね、相当眩しくないです。これわかりますね、骸骨が透けてるみたいな、ではないですけどで、さらにこれ下側がさっきより相当明るくなりましたね。だけど黄色くはもうなってないんですよ。やっぱりあの、ここがね、銀色になってるんで、黄色い反射はないんですよね、こういう銀なんでね。はい、これで、まあ、ちょっとバージョンアップというかね、下側がさらに明るくなるみたいなことができます。で、じゃん、新色登場です。チェレステブルーと、あ、なんだね、チェレステブルーとベールピンク、グラファイト。ちょっとね、黒っていうよりも、黒よりちょっとグレーに近いようなやつらしいです。ではね、この3つ色を見ていきましょう。まずはチェレステですよね。チェレステです。まあ期待通りチェレステだと思うんですけど、見ていきますね。はい、入ってるのはこの本体と、あと先ほどのスティッカー入ってます。で、あと説明書ですね。説明書、まだ何か入ってる。説明書とガイドブック、なんかいろいろ入ってる。取扱説明書、ガイドブック。取扱説明書とガイドブック、何が違うのね。取扱い方、要は取り付け方とか、そういったものの書いてあるやつと、どういう仕組みになってるかっていう仕組みの説明ですね、ガイドブックっていうのは。あとミラースティッカーにの説明ですね、の貼り方とか、そういった感じかな。その3つが入ってます。あと、ストラップですね。前も入ってましたけど、ストラップが入ってます。はい、出していきますけど、じゃん、おー、チェレステブルーですよ。おー、
同じ色だ。ジェレッセです、はい、ちょっとこっちの方が薄いかな、うん、はい。まあ、チェレステはね、その年代によって色が全然違うんで、そのどの年代にするかっていうのもありますけどね。一番最新の新色はこうちょっとこの今のこれよりも薄いんで、これ合うかもしれないですね。はい、これです。そしたらもう今度からこれだよね。これつけていくしかないよね。早速ね、ちょっとねつけちゃおうかな。あ、ちょっと見て見て、これ今までのやつこっちなんですけど、新しいのこれ。違いわかる？気づく？気づくかな？違い。なんか違うのよ。今見てね、ちょっとわかったんだけど。はい。ここのね、丸。ここ。ちょっと大きさが違いますよね。これ穴が小さいです。ね、ここの部分。前のやつは穴が大きいですね。これだと、多分ここにね、ストラップつけてても、切れにくくなったのかな？丈夫になったのかもしれないですね。これ細いとやっぱり、細い方が切れやすいですからね、きっと。まあその辺ちょっと改良がされてるのかな。さあ、チェレステ。おー、チェ、あ、いいな、これ、うん。はい、もう、明日からこれで走ります。はい、決定。はい、こんな感じ。うん、いいね。もちろんね、気になる。他のベールピンク、色がこういう感じのピンクに見えますね。あ、そうでもないんだ。おー、これね、これまたヒラリーのバイクに合いますね。これね、いいね、すごいすごい。あ、これはね、このピンクいいかも。うん、いい感じに発色するんじゃない、これ。ピンク色というかちょっとオレンジに近いピンクに見えますね、これ電気をつけると。そうですね。で、まあ実際に光る部分は透明なんでね、道路交通法的にも大丈夫です。ここが真っ赤っかになっちゃうとダメなんですよ。ちゃんと白く照らしてるっていうのが重要なんですよ。じゃあ次、このグラファイト。グラファイト一体何者なんですかね。あ、黒ですよ、一見黒。今までの黒と何が違うんだろうね。いや、黒ですけどね、普通に黒。すごい、ここの光り方がね、前のとは全然違うわ、これ。ちょっとね、こう、グレーがかった感じで、これね、全く眩しくないです。うん。だけど、これをね、下をもっと明るくするために、このスティッカーをまた貼るといいですよ。あ、これいいね、これ。この黒。これはすごいね、こう、まあ、このライトにつけると、非常に一体感ありますよね。他の色だとこう、くっつけた感あるけど、これだともう最初からこうなのかな、みたいな。すごい落ち着いた感じで、うん、これ一番売れるかもね。これはね、多分皆さん好きじゃないですかね、こういう感じ。はい、左がねミラーなしで、右がミラースティッカー付きです。はい、わかりますか。これね、手前の方はほとんどどちらも一緒なんですけど、このタイヤのあたりね、明るさがだいぶ違うでしょ。ミラーステッカーの方はかなり光ってますよね、地面が。はい、こんな感じで変わります。新色のチェレステです。はい、手前のところはちゃんと綺麗に白く輝いてますが、自転車の周り、水色に光ってます。チェレステ色っていうんですかね、チェレステ色。そうですね、水色というよりは少し緑が入ったような水色、チェレステカラーですね。はい、続いて新色のピンクです。だいぶ雰囲気変わりますよね。手前のところはやっぱり白く明るいです。なんで問題ないですね。だけど、自転車の周りはね、赤く輝いてます。うん、これはかなりインパクトありますね。いいですね。真っ赤とは言わないですけど、なんかピンクっぽくはないですね。ちょっと赤よりはちょっと薄い感じはしますけど。はい、今ねシャッタースピードを落として色を目で見た感じに合わせてます。こんな感じ、これぐらいの感じですね。はい、で光自体はもっとずーっと下げていくと、はい、これで眩しいですよね、こういう感じ。はい、だから実際はこんなぐらいに見えます。全然眩しくないですね。はい、チェレステカラーですけど、チェレステカラーもこれぐらいの感じかな。
そうですね、この先っぽの方はちょっと明るく感じますけど、まぶしくはないですね。やっぱり光正面に行くとまぶしいってこういう、こう感じですね。これぐらいかな、目で見た感じに近いのはこれぐらいかな。なんかぼやっとちょっとね、茶色っていうかね、グレーっていうか感じの色があります。ちょっとこれ今赤っぽく見えちゃってるかもしれないですけど、実際はグレーに見えますね。これもやっぱり正面に行けばもちろんこんな風に眩しいんですけど、外れたらこういう感じで明るくなります。はい、こちらは黄色にスティッカーをつけた感じです。眩しくないですね、明るくもないです。先っぽの方だけが少し黄色く見える程度です。見えてます。当然こちらも正面には眩しいですよね。はい、こちらなんですけど、今ね、ワールドサイクルさんで購入できるようになりましたね。クラファンはもう終了したんで、ワールドサイクルで購入できますよ。2200円になります。 URL の方下につけておきますんで、ぜひチェックしてみてください。はい、僕はもうチェレステですね。チェレステね、いいでしょ、いい感じだよね。これ多分ね、もう間違いなくこの黒がバカ売れするんじゃないかなと思います。うん、これ絶対、うん、機能性考えたら黒がトップレベルじゃないかなと思います。で、まああとね、もう色が楽しみたいよっていう方はもういろんな色出てるんで、それぞれ好きな色でぜひね、楽しんでみてくださいね。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで、ぜひよろしくお願いします。